ベアトリーチ、先ほどから呼んでおる。聞こえなんだか？そうであったか。すまぬ、ぼんやり考え事をしていた。許せ。良い天気だな。なるほど、陽気に心を奪われるのもわかるというもの。紅茶はここで飲むか。わらわは何者なのか。今紅茶を持ってくる。しばし待て。紅茶は良い。わらわの話に付き合え。よかろう。わらわは何者なのか。この問いに今日まで答えてくれた者はおらぬ。なぜか皆目をそらしはぐらかす。そなたとは長い仲だ。わらわはそなたを無二の友であり、そして父ですらあると思っておる。だからどうか教えてほしい。そなたは知っているはずだ、わらわが何者であるか。なぜにそのようなことが気になるのか。そなたはベアトリーチ、この屋敷の主ではないか。それ以上の何を知りたいというのか。わからん。なんだ、何が知りたいのか自分でもわからぬというのか。それは不可解な。若き日には出口なき思考の迷路にて遊びたくなることもある。そなたの悩みもそれであろう。やはりそなたもそれを語ってはくれぬのか。語ることなど何もない。そなたはベアトリーチェだ。それで十分ではないか。いや違う、わらわが知りたいのは名前ではない。わらわが何者なのか。わらわは誰で、何で、いつからここにいて、そしていつまでここで日々を過ごせばよいのか。やはり紅茶を持ってこよう。せっかくの陽気がもったいないとは思わぬか。これは何の話だ。どうやらお前の昔話のようだが。そのようだ。まさかここまで遡るとは。自分は誰なのかとはまた、えらく高尚な悩みをお持ちのようじゃねえか。無理もない。当時のわらわ何者なのか、何のために生きているのかを理解できなかった。ま、誰でも思春期になると自分の生きる意味とは何ぞやみたいな哲学的な悩みに一度は囚われるものさ。お前にもそんな微笑ましい時期があっただけという話だろ。わらわは生まれた時からその屋敷におった。そして屋敷の中だけで生きた。もちろん庭には出られたが、敷地はとても高い柵で囲まれており、それを出ることはできず、また出てはならないと厳しく言われておった。わらわはな、屋敷と庭は自由に歩けたが、その外へは自らの意志ではたった一歩出ることさえ叶わなかった。そりゃどういう意味だよ。物心ついた時からずっとカゴの鳥だったって言いたいのか。そういうものだと思っていた。何しろ気づいた時からそういう生活だったから疑問にも思わなかった。お前一体何者なんだ。それよ、
らわはまた望んだものだ。どうせ人間ではなくて魔女でしたって言いやがるんだろ。いや違う、まだ違う。いや、かつてそうだったと言うべきか。わらわは金蔵によって作られた、人間によって作られた人間だ。いや、肉でできた檻とでも言うべきか。なんだよそりゃ、妙な話を言い出しやがって。どうせそなたは信じぬだろうがな。まずは聞け、わらわは千年を経た偉大なる魔女である。しかしある時、金蔵によって呼び出され、その秘術にて永遠の虜となるよう縛られたのだ。そりゃ初耳だぜ。後ろ宮家で知られてる話では、お前は爺様に呼び出されて悪魔の契約みたいなのを結んで黄金を授けたってことになってるぜ。それは正しい。そしてわらわは黄金を授け、契約の終わる時まで姿を消すはずだった。しかし、まあモテる女の辛いとこよね。金蔵はこともあろうか、わらわに恋をする。爺様も金眼が進んでたんだろうよ。ついでに乱視だな。よりによってお前に惚れるとはよ。まあわらわにとっては迷惑この上ない話。しかし人間の力とは恐ろしいものでな。あれは恐ろしい力を発揮してわらわをこの地へ釘付けにしたのだ。わらわが首を縦に振らぬ限り解放せぬと言ってな。なんとも強引な男よ。すげえじゃねえかよ。じい様がオカルトかぶれなのは誰もが知るところだが、大魔女ベアトリーチェ様を釘付けにするほどの力があったとはな。ひっ、バカバカしい。そんなおかしな話信じると思うか。やはり信じぬか。俺が信じるのは、お前が森の中の秘密屋敷に隠居していたって事実だけだ。お前こそが六軒島の中級人目なんだろう。いかにも、そなたの想像通り、ここは六軒島の森深く、外界からは見つけることもかなわぬ隠し屋敷。その名もクアドリア。そういや、ゲストハウスの正しい名はトライアンだって聞いたな。なるほど、ネーミングセンスは近いな。そしてお前はそこに隠居していたじい様の愛人。そうだな。愛人というのは正しくない。金蔵の片思いであったと言うべきだろう。先ほども話したであろう。あれが勝手にわらわに惚れた。そしてわらわに求愛したが、それをわらわは拒んだ。そしてわらわをこの隠し屋敷へ閉じ込めたのだ。いや、屋敷に閉じ込めたというのは正しくないか。この体に閉じ込めたと言うべきか。最後が何を言ってるのかわかんねえぜ。どうせそなたは馬鹿にして聞かぬであろう。何しろ魔女も魔法も信じぬという、語れど聞く耳を持たぬというならば、それを口にするは愚の骨頂だ。信じるかどうかは俺が判断するぜ。聞かなきゃ話も進まねえしな。話せよ、お前の昔話を。うん、金蔵はわらわに求愛を拒まれたが、それ式でへこたれる男ではない。どうあってもわらわの首を縦に振らせたかった。わらわをこの屋敷へ閉じ込め、わらわを口説き落とそうと永遠の時間を費やしたのだ。強引なやつだな。しつこい男は嫌われるだろ。求愛に応えるかどうかは別にして、男をそこまで必死にさせるのは、まあ女としてそう不愉快ではない。しかしわらわは決して首を縦には振らなかった。なんとかその戒めから逃れようとしたが、あれの結界は強固で破れなかった。それで様々な抵抗を試みた結果、金蔵の結界から逃れるには肉の体を捨てるほかないという結論に至った。肉体
体というものは魔法を語る上でとても制約の多い器なのだ。肉の体を捨てる？なんだよそれ、幽体離脱みたいなものか。まあそんなものと考えればよい。しかしわらわは精霊ではない、魔女ではあってももともとは肉の体で生まれ落ちた人間だ。そのわらわにとって肉体を捨てるということは死を意味するほどではないにしても、それに準ずる覚悟が必要だった。それはつまり自殺することでしか解放されないと決意したって意味なのか。自殺ではない、あくまでも肉の体を捨てるだけのことだ。もちろん魂だけになるのは心もとない。魂は肉の体を出れば太陽の強い風に絶えずさらされてしまう。それによって吹き散らされないように自らを維持するのはわらわとて容易なことではない。できることなら避けたい最後の手段だった。しかし金蔵の結界から逃れるにはそれしかなかったのだ何しろわらわは自由人、金蔵の精が果てるまでカゴにて飼われるのはごめんというもの。それで自殺したってのか。何を言ってやがる。当のお前はそこでのんびりガーデンチェアに腰掛けてるじゃねえか。そうだ、それこそが金蔵によって与えられた新たな檻だったのだ。檻？この屋敷のことか。違う、そこのガーデンチェアにてくつろぐわらわの体のことだ。金蔵は魂となって抜け出そうとしたわらわをそれでもなお逃すつもりはなかったのだ。いやいや恐ろしいやつ。普通は片思いの女が死んでみせれば100年の恋も冷めるであろうに。だからこそあれも魔術師の端くれなのかさっぱりわからねえ魔女っ子トークで煙に巻くなつまり何だってんだ。金蔵は魂となったわらわすらも逃さなかったということだ。人間の思いというやつは恐ろしい。これほどまでの魔力を発揮すると死者の魂をつなぎ止めるなど、それを専門に求道する魔術師でもおいそれと至れぬ境地よ。わらわはそれを知るからこそ金蔵の恐るべき魔力にその時初めて驚愕した。そして金蔵わらわの魂を捕まえ連れ戻したのだが、魂を捕らえておく檻は鉄でも鉛でも作れない。ただ一つを除いて。なんだよ、魔法の檻だとでも言い出すのかよ。違う、わらわやそなたのようなこの肉の体だ。肉と血でできた檻だけが魂をこの世につなぎ止め、金蔵はわらわの魂をわらわとウリ二つに作り上げた肉の檻に再び閉じ込めたの。ようやくするとこういうことか。爺様がしつこく求愛するんで嫌になり自殺したが、うまく死にきれなかったってことだろ。回りくどい言い方しやがってからに。いいや違う、わらわはホムンクルスの種子に魂を閉じ込められ、試験管の中より生まれ入れたのだ。はあ、バカバカしい、そんなのあるわけねえだろ。生命を生み出す奇跡すらも金蔵は成し遂げたのだ。わらわの魂を閉じ込める檻にするためだけにな。己の恋心だけでこれほどの魔力を見せるとはつくづく恐ろしいやつよ。ああもうさすがにバカバカしくなってきたぜ。好きなだけ言ってろってんだ。俺は何も信じねえぜ。勝手にやってやがれってんだ。なんだその不愉快な態度は。最初は何か重大なヒントが隠されているだろうと多少の興味を示したが、聞けば聞くほどおかしな話になっていく。魔女を否定するゲームのはずなのに。
いつの間にか魔女話を鵜呑みにさせられていく気がするぜ。悪いがこれ以上耳を貸す気はねえな。勝手に好きなだけほざいてろよ。耳クソでもほじってるからよ。信じる気は毛頭ねえけどよ。続けろよ。お茶菓子代わりに聞いてやるぜ。わらわの身の上話が茶化扱いとはな。そこまでこき下ろされてまでのこのこ語ると思うか。お嬢様の魂は捕らえられ、新しい生命の檻に吹き込まれました。それはつまり、お嬢様が再び人間として生を受けたということです。ロノエ、もうその話はよい。こやつはバカバカしくて危険と言うでな。わらわもバカバカしくて話す気にもならぬ。新しいクッキーを今焼かせているところでございます。それまでお茶菓子代わりにお嬢様の昔話がちょうどいいかと思いまして。もうわらわの話は良いというのに。揃って不愉快な奴らだ。わらわは席を外すぞ。ロノエ、給仕を済ませたらとっとと下がるのだぞ。バトラと無駄話などするでないぞ。かしこまりました。努力いたします。なんだか、俺が怒らせたみたいで気分が悪いぜ。ご自覚があられるようですので。これ以上申し上げることはございませんよ。ちょっと待てよ。とどめを刺したのはお前だろうが。はって、何のことやな。お砂糖とミルクはいかがですかね。ミルクだけでいいぜ。あと、お茶菓子も欲しいな。クッキーが焼けるには、まだ時間がかかりますよ。茶菓の代わりがあるって言ったぜ。かしこまりました。ご清聴をいただけるのでしたら、続きをお話しいたします。ホムンクルスが何とかって言ったな。一応は知ってるぜ。あれだろ、錬金術だかで作り出せ人造人間のことだろ。はい。お嬢様の魂はホムンクルスに閉じ込められ、再び赤子となって生を受け、この世に蘇ったのです。しかし赤子でございますから、金蔵様が愛を語ろうとも、それは無駄なことでございます。まさか、爺様はその赤ん坊をこの隠し屋敷に、同じ年に成長するまで閉じ込めたってのか。はい、そのまさかでございます。しかし魂は同じといえど、人間の魂はその